将軍アッパレード。13代将軍家定、彼の主な仕事は台所警備。食事に毒が盛られることのないよう台所番を見張るのが日課である。自ら包丁を握ることもあるが、料理の腕前は。誰か消火器を持ってこい。とこんな感じ。そんな彼らがスイーツだけはまともに作ることができるらしい。今日もせっせとこしらえては、家よしや家持ち、家臣たちに食べさせ感想を聞きに行く。この日もそんないつもの日常のはずだった。あ、家よし様。家よし様。おお、よしのぶ、どうかしたか。先ほど城下に出ていたんですが、これ家吉様が好きそうだなと思って。お、土産か。おお、生姜味の飴。ありがとう、いただくよ。家定、入るぞ。今日はスイーツを作らなかったのか。ってどうした、ずいぶんと熱心に読んでいるな。これどれどれ。行列に並んでも行きたいタピオカドリンクの店特集。タピオカ、城下で流行ってるのか。一体どんなものなんだ。行きたい。え、タピオカ行ってくる。ちょ待て待て、今からか。うん、今まで城からほとんど出たことないお前が、どうしていきなりそんな。大丈夫、一人で行く。そうだ、誰かに使いを頼めばいいじゃないか。ダメ、作り方も知りたいし、ちゃんと見てないと毒を盛られるかもしれない。そこまで言うなら私も行くから、ちゃんと護衛をつけていこうな。一人で行く。ケーキはいつも一人で出かけてる。僕も一人で行くんだ。そりゃ吉野部はそうだが、一人で外に行きたいなんて今まで言い出したことなかったのに、一体どうしたんだ。まあまあ落ち着けって。吉宗様、家成様、話は聞かせてもらった。行かせてやってもいいじゃないか。可愛い子には旅をさせよという言葉もある。きっといい経験になるさ。そうそう、本人もこう言ってるんだし。行ってこい家定、一人前の男だということを証明してみせろ。はあ、うん。いや、しかし心配すんなって、ちゃんと考えてっから。名付けて家定くん、初めてのお買い物。どうだ、面白そうだろ。面白がってるじゃないですか。おやめください、あの子はいつも真剣なんですから。撮影の準備もバッチリだし、いい思い出になるからな。まあまあ、一人で何かやり遂げれば自信もつくだろう。いい機会だ。吉宗様がそうおっしゃるなら。行ってきます。大丈夫かな。城門を抜けたな。カメラもバッチリだ、最新式のドローンだぜ。見ろよこの鮮明な映像。地図もちゃんと最新鋭のもの用意させたし。ちゃんとお守りも身につけてるみたいだ。ああ、気が気ではない。もしも何かあったら。吉宗様からお小遣いをもらったし、チャラ男からは道案内の機械を押し付けられた。このまままっすぐ進んでください。別にこんなのなくても平気だけど、もったいないから使ってやろう。それに
困った時はこれを出しなさいって家吉様がくれたメモとお守りもある。赤信号は止まれ。偉いぞ、赤信号は止まれってちゃんと覚えてたんだな。おいおい、幼稚園児でもそのぐらいできるぞ。家定、震えてるみたいだが。この人の多さ、あの子にはやはり無理か。いや、あれを見ろ、ちゃんと渡ったぞ。よかった、本当によかった。家吉、お前さすがに過保護すぎるんじゃね。犬に吠えられてるぞ。ああ、家さだ。あ、走って逃げた。追いかけましょう。ああ、つまずいて転んだ。あれ、あ、あっちゃ、財布がドブに落ちたな。すごい、見せ場を外さない。怪我はないだろうか。買い物は中止してすぐに手当てを。待て待て、ちゃんと起き上がったんだ、問題ないだろう。お、首に下げてるお守りを開けたな。いいぞ。いや、預言者か。何にせよ続行で問題なさそうだ。偉いぞ、イエサだ。地図を出したぞ。こっちか。よしよし、ちゃんと店の方向だ。着いた。よかった、ちゃんと並んでるな。あとは注文して会計を済ませられるかだが。もう少しだ、家さだ、頑張れ。お、順番回ってきたぞ。いらっしゃいませ。いたしますか。タピオカミルクティーを1つ、氷なし、甘さは普通、持ち帰りですね。違う、2つ、1つは生姜。かしこまりました。お1つはジンジャータピオカですね。少々お待ちください。お待たせいたしました、お品物です。無事に買えたな。しかし2つも頼んで、よほどタピオカが気に入ったんだな。それはお楽しみだな。そんじゃ俺たちも帰ろうぜ。ただいま。おかえり、どうだった？うん。おー、すごいじゃないか。ちゃんと買い物できたんだな。偉いぞ。早速飲んでみたらどうだ。どうした？あげる。え、私にか？うん。生姜の味が人気だって本に載ってた。家吉様、飲んで。イエサだ。そっか、そうか、私のために。ありがとう、いただくよ。いただきます。うまい。しょっぱいな。でも美味しいよ、イエサだ。なんて顔だあいつ。アップで撮ってやろ。お前もいい顔してるぜ。え、そうすか。こうしてイエサだの初めてのタピオカと初めてのお買い物は終了したのである。大丈夫か。よしよし。
なんだこれ。さてはあの店員、この丸いので僕を窒息死させるつもりだったんだな。その場で飲まなくて正解だった。落ち着きなさい。そんなことはないから、ゆっくり飲めば大丈夫だ。ほら、よしよしよし。